2023上半期伊藤ギャラクシー賞。季節か。まあやっぱり権威もどんどん、まあ、まあ、権威っていうか、まあ芸人がね結構その楽屋でたまにあれ伊藤ギャラクシー賞なんじゃないですかみたいなちょっと予想とかする裏で、いやノミネートなれたいっすけどね、なんでなんだよそんなにしてくださいよは、うん、ちょっと審査員に対してあれしてるかなっていうので、ノミネートされたいですけどねぐらいの言い方で距離を取って言ってくるみたいな感じにいやおかしいなってたりとかしてますけど、はい、まあね、ちょっと正直ね、はい、僕コロナの後遺症でちょっと休んでたんですよ。ラジオを聞く量が、うん、減りました。あ、減ったんだ。はい、あ、俺増えたかと思ってた。いや、これがね増えなかった。俺も増えるかと思ったんだけど、はいはいはい、ラジオって俺なんか結構、はい、なんかしながらとか移動しながらとかがなんかすごいちょうど良くて、あ、なるほどね。でなんかそれがなくなっちゃって、もう見るとか、まあネットフリックスとかさ、漫画とか、はい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 、なんかそういうのばっかりやってて、その期間だからラジオちょっと減ったんですよ。はい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 、はい、なんで今回ちょっと少なめかもしれないです。一応書いたんですけど何なんだこれが。いや違う違う、でもちょっと少ないですホワイトボードこれが、なんでホワイトボードのある部屋でやんないんだよこれこの2枚のコピー用紙、ね、家でちょっと見して見ていってもいいですか、はいはい、なんかまあラジオトーク、ポッドキャスト、スポティファイ、スタンド FM、うん、で今ミクチャですね。まあだから増えたのはねそんなにないかなっていう。あ、確かに。お話っていうのは何ですか。これは、はい、素人の方です。いや、ダメだよ。ファンの方が、あんま聞くなよ。たまに、午前中に、うん、お化粧をしながら、ダラダラ喋るっていう、うん。何を聞いてんだよ、お前。生配信をやってるんで。何でそれを生配信にするんだよ、そして。ははははとか言いながら、やってくれるんで、これ、たまに聞きますね。ハッピーな気持ちになるんで。すごい、今日は、このライブに行きまーすとか言ってるだけの、生配信です。いや、すごい境地に行ってるよな、はいはい、ツイキャスが廃れましたね。かなり。ああ、ツイキャス本当に減った。ラジオトークがね、ものすごい増えた。盛り上がってんだ。ああ、うん、こうやって見るとそうだね。まあ、で、生配信できるから、はいはいはい、だからこの中、ラジオトークの中でも、はい、生配信だけをほぼやってる人とか、も全然いるし、はい。で、ツイキャスやってんのが今、うもさん。うもさんね。これさっきお話の、ウーモさんのコンテンツ2つも聞くなよお前。だからツイキャスの方は割とお絵描き、絵描く方なんで絵を描くんですよ。そうなんですね、はい、ウーモさんと奥村不動さんってもう廃れてるんだなっていうのが別に分かる2名っていうか奥村うどんさんものツイキャスは確かに相当これ最近はまあかなりすごいですね、はい、ああ、はいはい、そうか。面接っていうのは何ですか。これも素人の一般の方が、聞くなってだからあんまり。面接の練習のために、一回だけ音声を上げて、そっから一回も上がってないチャンネル。面接そうなの、はい、じゃあ一回限りの伝説の。伝説の一日みたいな感じ。伝説の一日じゃねえよ、全く。一日みたいな感じ。伝説じゃないのよ、全く。もうここでも見慣れてる。まあそうね、そうだから、ね、うん、前も、はい、ランクインして、今回おすすめしないよっていうのはもちろん、ないと弾くんですけど。帰り先じゃないけどさ、その前回準優勝で優勝みたいなパターンもなくはないわけだもんね、別に。でもね、この、うん、ギャラクシー賞の意味合いっていうことで言うと、うん、やっぱり新しいのをどんどん紹介できたらなって思ってるんで、それはやらないです。何背負ってんだよ、お前。新規発掘みたいなさ、感じでさ、すいません。僕がフックアップしていきたいじゃないんだよ、お前。その一応この、始まった時の、始まった時の、まあ、うん、始まった当初からのコンセプトじゃなくて、別に伊藤ギャラクシー賞取ったからって、それは別で売れていくとか全然ないからね。古川ギャラクシー賞でやってるんですよ。やるか。古川も聞くかは聞くじゃん。聞かなくはない。ここまではあれだけど。N93 とかね。新しく始まって。してますね。はい。その、ポッドキャストとか。はい、はい。前回の対象が結構、まあ、若者一連の。まあ、一連のではあるけど。やっぱ、ある種その、なんていうか、まあまあまあ、そこは、みたいになっちゃうっていうか。まあね、ちょっとやっぱり、うん。
お笑い界の、はいはい、まあ、そこら辺のこう、潮流が読めるような、感じにはなるかもしれないですね、やっぱりラジオ。何様なんだよ、お前だから。でも、そう考えると、今回は、その、大きな、まあね、そう、赤もみじほどの、でもそうかもしれないです。事件はなかったけど、逆に群雄割拠っていうか、全員にチャンスがある感じ、はい。では、あるな。俺も何考察してんだっていう俺もなんかアシスタントみたいな感じで全員にチャンスがありますよね今回みたいなちょっと語ってたけどな何やってんだこれみたいな時折我には帰る部分もあるけど、うん、行きましょうかじゃあそろそろちょっとじゃあ行きますかじゃあ3位、3位はですね、ラジオトークはい安原カラスの坂道ラジオですおお事務所の先輩である安原カラスさんが毎日あげて、いまだに連続で毎日あげてるラジオですね。これは今期初ランクインですか？初というか、はい、あ、だから始まったばっかなんだ。はい。やっぱりね、面白いんですよ、安原さんって。ああ、まあ安原さんは面白いよね。ね、そう。ネタとかもまあ、文句言うみたいな感じだけど、もう普段からあれなんで、はいはいはい、で普段から面白いんですよ、安原さんって。うんうんうん、だけど、見れないの、どこでも。いや、確かに。どこでもってことはないけど。事務所ライブでしか、そう。に出、しか出てないよね。今が、月3ぐらい出てて。そう、なんか今月、なんか今月多いのよ、みたいな。あ、そうそうそう。今月3もねえわ、みたいな、そういう人っていうか。そうそうそう。で、あんまり触れられないんだけど、ここで毎日聞けるっていう、うん、ああそれどういうところが面白いんですかその坂道ラジオはやっぱね腐ってんだよね腐ってる人間のなんか愚痴を言ってるみたいなはい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 良くないこととかも全然なんか言っててそれはすごいなんかいいんですよねあんまりその表で言うべきじゃないようなことを言ってること、まあ、そうだね例えば、うん、自転車 の、うん、あのヘルメットが努力義務化されたみたいな、うん、とかもなんか、うん、いるかあれあなるほど、うん、じゃあ本当に街のやばいおじさんじゃないまあでもそうだねそこにかすかちょっとかするかもぐらいの面白い感じ、うん、いやいいんですよやっぱりで岸隆のとかも結構出る仲いいですから、ね、仲いいから、はい結構出るんだけど。え、岸坂の二人も出てる。全然出てる。え、ここにうん。あ、マジうん。今大人気の岸坂の出てるから、そうか、でも、安原さんはほんと岸坂のさんに、おんぶに抱っこで、うん、そうだよ。行こうとしてるからね、うん、今ね。ネタ作り三人でやってんだから。すばしいぞ、岸坂のさんも。まあ、ぜひ聞いて、なるほどね。いただきたいですね。まあ、当たり外れはかなりあるはありますけど、ね。あー、なるほど。うん。まあ、ありそうだね。あの、バイトの休憩中に4本撮りとかしてるときは、つまんない。もう面白くない、全然。なんか、同じこと言ってない。時間があるだろ、別に。バイトの休憩中じゃなくても。遊んでる時に。あ、そうなんだ。うん。それは、かなりつまんなくなっちゃった。あ、でもその、ちょっとギャンブル性も、ギャンブル性ある。楽しんでもらいたいっていう。うんうんうん、あー、いいですね。ちょっと面白そうですね。はい。はいはいサラカラスの坂道ラジオ。はい、というわけで今日もねアルバイトの音が鳴ってますけどね今日はまあ、バイトの出勤がねまあ昼の2時半からだったのよ。うん、でまあ家出る前にね天気予報を見たらさ3時から雨ってなってたのね。あ、だからまあ大丈夫かと思って自転車で1時50分くらいかな、うん、自転車で出発してさ、うん、でもう出発した時点でもうポツポツ雨降ってきててさ、うん、でまあそっからずーっと雨降り続けてさ、まあ、びしょ濡れになってバイト来たんだけどさ、でもさあのツイッターとかをバッて見たらさなんかゲリラ豪雨っていうのがトレンドになってたんだけどさ、え、ゲリラ豪雨って何？雨予報だってだけどと思うんだけど、それもゲリラ豪雨なの？今日俺が起きた段階からもう雨雷マークだった3時から。いや、それが早まっただけなんじゃないの？単純にさ、予報が外れて。それゲリラ豪雨って言えば外れてないみたいな雰囲気にしてるけど、外れてるよ。で、そのゲリラ豪雨ってちょっと簡単に言い過ぎじゃないの？全然ゲリラ的じゃなかったよ、俺はね。
なんか納得できないね、ゲリラ豪雨っていうの。ということで第2位、はい、行かせていただきます、うん、第2位は、はい、ラジオトーク、ほう、陽次郎の声だけエンドレスボイスウォーターフォールシンス2023。何ですか一応正式名称でごめんなさい言ったんですけど、まあ陽次郎の声だけです。陽次郎の声だけかよ、おい、すいません、わかりづらくて、ごめんなさい。3位2位が、はい、メンバーが脆弱だわ。なんかショーだと思えない。曲がりなりにもショーだよ、これ。ショーだよ。曲がりなりにもというかショー。陽次郎が表彰台に立つショーなんてないんだよ。NBF とか来て。NBF とか来ないんだよ。トロフィー持ってる。僕だけの力じゃありませんみたいなことは言ってほしい。ワクワクしないな。いや、これはでもね、俺ね、相当面白いと思ってるよ。陽次郎さんって元ジュースマンズですか、ね、元ジュースマンズ。だから元事務所の後輩。うん、はい。これの、はい、これまずメンバー、まずメンバーがすごいからね。これまずメンバーが、陽次郎の番組じゃないんですよ、実は。どう陽次郎をレギュラーの、準レギュラーがちゃんといて、3人メンバーがいて、陽次郎と、マタンゴの高橋哲太郎と、加賀屋の加賀っていう3人でやってるんですよ。何やってんだよ。いや、加賀さん。あの、加賀に話して、だんだけど、あれ、これだけ面白いよねって言った時に、いや、そうなんですよ。あ、陽次郎さん、僕もすごい面白いと思ってるんで、なんかやった方がいいですよって、言って始めたんですよ、みたいな。え、じゃあ、加賀屋加賀お墨付きの、もちろんです。面白い点、もちろんやっぱ加賀さんが出るっていうのもすごい引きはあるし。いや、でもやっぱりね、陽次郎が本当に面白いと思う、俺は。あ、そうなの、ね、何が面白いかっていうと、陽次郎は、面白いことを言おうとしてないの、別に。だけど、これ変だから、なんか自分の持論みたいな、のが、異様すぎて、めちゃくちゃ面白い、それが。ああ、それはあたかも。ボケようとしてない、別に。普通に喋ってるみたいな。いや、これはこうじゃん、みたいなのを言ってるのがすごい面白い。全く意味わかんない、ではない、彼の中での、なんか筋は通ってるのとか、あと僕が一番好きな回は、結構前のやつなんですけど、なんかラジオトークって機能で、なんか質問ランダムで出すみたいなのが、で、なんだろう、例えば、まあ、パン派、ご飯派みたいな。それやってみようっつって、陽次郎がやったら、愛されるより、愛したい派みたいなやつが出て、で、はい、え、愛したいって何？いや、愛せばええやん。愛したいって何？愛せばええやん。そこじゃないんだよ、多分わかんないっていうのをずっと言う時間があって、めちゃくちゃ笑って、うわ、それはちょっと面白そうですね。本当に面白かった、これ。ああ。本当に笑い転げるぐらい面白かった、これ。ずっと。うわ、ちょっと気になるな、それ。なんか、ね、なんかまあ、ちょっとわかる、意味わかんないことずっと言ってるみたいな、時間がめっちゃ面白いんだよね。それもすごいナチュラルな感じ、ね。そう、ナチュラル。その、斜めから切るぜみたいな雰囲気全くない。入ってない。そう。うわ、ちょっとこれは気になりますね。これかなり今第2位ですね、僕の中では。すごい。だからラジオトークが強いですね、そう考えると。ラジオトークね、てか、聞きやすいしね、本当に、配信する方も聞く方も、気軽、12分しかできないんで。まあ、一人で喋ってると、ね、なんかきっかけが欲しいというか、なんでこのお題ガチャちょっと使わせてもらいます。押させてもらいます。はい。何これ愛されるよりも愛したいマジで矢印共感する、これどう、愛されるよりも愛したいマジでとは思ったことはないですね。これは共感するかせえへんかで言ったら、愛されたいとはまあもちろん思いますよね。うん、愛されたら嬉しいからやけど、愛したいマジでってどういう意味なの、愛したいっていう感情ある、愛したい、いや愛せばええやんっていう、そので例えば恋人います、家族います、
愛したいとか、いや愛してるからなっていう、愛してますもんね、もう、うん、全く興味ないものを愛したいと思ってるのかな。何を愛したい、好きなものはもう愛してるやん。恋人に対して思うんかな、これ。恋人誰に対して思うんやろ、これ。何に対して言うてんねんこれ。愛されるよりも愛したい、マジで。愛されたいよね、愛されたい、わかりますよね。愛してる人とかに愛されたいよね、自分が愛してるから。愛したいってどういうこと、愛したいって何なの、愛したい、愛せばいいやんなって。聞けば聞くほどわからんくなってくるな。愛したいっていうのがどういう感情なんやろ。ご飯食べたいみたいなと一緒なのかな。でもお腹すいたからご飯食べたいな。愛、でもそれは愛す、愛しされたいっていう、ご飯食べたいは愛されたいやんな。愛したい、ご飯、いや全然ちゃうな、これ何言ってんねんこれ。なんか次のお題行こう、これわけわからん。はい、ということで2位まで発表、はい、番外編的な、わかりました、うんうんうん、では、はいはいはい、番外編のおすすめ、うん、ツイキャスの奥村うどんです、うん、おー、おーもわかんねえんだけどもう俺のおーもう何の感情なのか自分でもわかんないんだけどこれがね今最悪の配信ですねこの全てのいや今芸人がやってる配信の中で一番最悪の配信そうなんだ、奥村さん、奥村、確か奥村さんのツイキャスがやばいみたいなのはなんか噂では聞いてるんですけど、はいはい、何なんですかこれは。本当に良くない文句をずっと言ってるみたいな感じですね。あの、この前僕らも一緒に出た、うん、あの、マセキの、ま、うん、夏にやってる、真夏のショーフェスっていう大きいライブの、あの、うん、出演権を貸するためにバトルライブみたいなやつがあって、で、昼と夜、うん、2回ネタやって、うん、どっちもの表で、うん、1位からこう順番に決めていくみたいなやつで、昼の方のライブでスタンダップ講義が最下位になったんですよ。最下位だったんだね。そう。うん、で、奥村さんもその舞台上でなんなら、うん、おかしいだろみたいな、あれって、ちょ、ありえないことなんですけど、客席に向かって中指立ててた、ね。中指めっちゃ立ててた。なんだよみたいな。ふざけんなみたいな。全然良くない感じ。すごく良くなかったよな。うん。になって、うんうん、その昼と夜の間にツイキャスをするんですよ。おぉ、奥村さんが。はいはいはい。で、うん、僕それは聞けてないんだけど、うん、なんか、うん、その夜のライブに行ったら、うん、なんかメガネがなくなってて、あれ舞台今から出んのにメガネしないのってなったら、うんうん、いやもうツイキャスで、うん、そのコメントと喧嘩して、うん、メガネぶん投げたからもうねえんだよって。何やってんの、ニコ生配信者なんだよ。そう。うなちゃんマンの意思を継いだ男。いや、まあ、亡くなりましたけどね、うなちゃんマンは。うなちゃんマンの意思を継いでるから。継ぐなよ、芸人が。で、マジでそんな感じだと思う。本当にあの頃のニコ生みたいな感じ。多分酒飲んで、うん、強くないことずっと言ってみたいな。なるほど。で、その夜のライブも、うんうん、なんか酒飲みながら舞台でやってて。あ、出てた、出てた。ふざけんな、なんだよ、俺。うんなんだよ、うん、何がお笑いなんだよ、とか言ってるだけ。いや、でも、その夜の部の漫才が、めちゃくちゃ受けてたじゃん。荒くれ漫才みたいな感じで。全員、全芸人が、あの、後ろを回って見てて。俺も聞いてたんですけど。すごかったね、でも。そうね。だから、割とそういう、荒ぶってる部分をもう、剥き出しで出すっていう感じ。そうね、ちょっと変わってきてる。昔はもっと、なんかミスって、可愛げあって、笑うみたいな感じだったけど、うんうんうん、もう今本当に、うん、やばい人本当のやばい人みたいな感じ。あで、これをランクインさせるっていうのはまた、ランクインはさせられないけど、本当に、はいはい、なんか、なんだろうな、笑えないから全然。うん、全然笑えないのであの、ランクインはできないんですけど、ちょっと今すごいよっていう。あそのちょっと人間のドロドロした、うん、前から良くないとされてたツイキャスではあるけど、うん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 、なんか本当にどん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 最悪になってもっと行くんだみたいな、今一番最悪なんだ、今一番最悪なんだからもっと下がるかもしんないし、こっから逆になんかなるかもしんないしみたいな気になる状態。これアーカイブとかって見れるんですか。いやアーカイブね、残ってるのもね、うん、なくはないけど多分あんまり残してない。じゃあもうツイキャスどうの頻度でやるかも、うん、突然やるから分かんないけど、うんうん、やってるんやつ。通知オンにしてたら、うん、結構来る。ああ、なるほどね。はい。それでは。ああ。対象ね。
伊藤ギャラクシー賞。いやちょっと2023なんでドキドキするよ。なんかやっぱ対象はちょっとごめんなさい。悪かったな。第1話、スタンド FM 永田圭介の絶望ラジオ。おお、わあ、なるほど。いやこれはね、なるほどね、これはね、うん、面白いっすよやっぱり。永田圭介これ僕らの大学の同級生であり、この YouTube チャンネルでも僕がババ抜き一緒にしてる動画も上がってますもんね。はい、めちゃくちゃ面白いだろうなっていうのは、それが確定してるぐらいの面白い、いいラジオですもんねこれは。はい、で、まあ永田の良さはもちろんありつつ、あの作家で入ってるのも僕らの同級生の作家、ラクダ20日っていうのは、ラクダ20日って、まあ小説家でもあり、構成作家でもありみたいな作家なんだけど、なんかそのね、空気感含めね、ちょっといいんだよね。永田が、肩に力入ってない感じで、ネタとかだともうパッションするけど、そうそうそう、ちょっとね、普段の感じあんま見れないじゃん多分永田の。ああそうね、ちょっと普段のトーンぐらいの感じ、それがちょっと入ってるのがすごいいいですね。まあ一応コンセプトが絶望ラジオ、まあ今絶望してるといろんなことにで、絶望がなくなったら終わりにしますっていうコンセプトではあるんだけど、本当に絶望してるメールみたいのが、あ、最初の頃は全然なんかネタメールっぽい感じだったりはするんだけど、なんかどんどんなんか親族が逮捕されたやつとか、なんか本当のじゃんみたいなのが結構送られてくるようになってて、なんか今どうなるんだろうなぐらいの時期。ああ、今こう、うねりを見せ始めてる。もっとそういうのが集まってきて、どういう話をするかみたいなことになるのか、まあもうちょいポップな方に行くのかとか、まあちょっとまだ始まったばっかりなんで今それぐらいかなっていう感覚。いいっすね。いや、いいや。これはでも納得だな。やっぱ永田のバランス感覚というか、それこそその、親族が逮捕されましたみたいなやつとか、もうまあそれは悪いことしたんだからしょうがないとか。その全員に対して、あ、それは大変だよな、いや俺も辛くてさ、じゃない感じがやっぱ気持ちいいよね。はい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 、それはしっかり罪を償ってもらってるんで。うわ、なるほど。いやこれはね、もう本当全員に聞いてほしい。これはもう間違いない。ここで対象にすると、ちょっとこの賞レース的に無着的な部分。はいはい、確かに思われる。それこそサスペンダーズの名前とかもちょこちょこ出たりたまにするけど、でも聞いてくれればわかるけど、本当に面白い。忖度なしってことですね。完全に面白い、これは。あの、俺ら、サスペンダーズのこと知ってる知らないとか関係なく面白い。そこはもう分離してやってるってことですもんね。もちろん。審査委員長として。はい。ラジオネーム、ヤンニョムパジャマさん。入学式当日に職質され、絶望。そして、絶望ネーム馬とマルチーズさん、先日兄が夜道で立ちションをしていたら公然わいせつで逮捕されました。2日ほど拘留された後釈放されました。ということで今回はねちょっと逮捕多めの話というか、そうですね、まあ最初のは職質されただけですけどね、はい、まあこれも地味に嫌ですよ。やっぱ入学式当日に職質、これ嫌がらせだと思うわマジ警察の、門出をちょっと汚してやろうぜっていうマジで。結構職質、職質はされるな、高校の時もさ、はい、あれ職質されたよ。俺がさ、はい、自転車で最寄りの駅まで通勤行くわけじゃんか、はいはい、で自転車がなんかちょっとパンクをしていたわけですよ。そのまま持ってこう、ね、動かして歩いて行ってたんだけど、はい、それを見て警察が職質してきたのよ。職質してきて、ちょっといいって言って、あのこれとかあの自分のあの自転車みたいな感じで、そのなんか番号とかを調べて、はい、同じ立場の高校生たちがどんどんスルーされてんのもめっちゃ嫌だったしさ、それだし、何よりさ、何より思ったのはさ、いやもう自分の自転車だからパンクしても持ち帰るんだろうと。そうだね、盗んだやつならパンクしたらほっとくだろうと。そのパンクっていうだけをさ、なんか勝手に、あ、妙だなって、勝手に思ってさ、言ってるわけだ。でも逆にその自分の証拠の方の違和感起きることなのに、表面上のあれだけでさ、なんか言ってるわけなんだから、
考えろと、俺でも気づけた矛盾をと。あいつマジでコナン君の見過ぎなんだよ、あいつらは。コナン君が何でも妙だなって言うからさ、やっぱあれのせいなんだよな。探偵ぶりたいんだよ。確かにな。まあそれだけでもね、掘り下げたあれですけど、もう、うん、その後もう逮捕された人が出てきてるんでね、はい、ちょっと先日兄が夜道で立ちションしてたら公然わいせつで逮捕されました。まあでも立ちションはそうだよ、立ちションはだってさ、はい、うん、絶対、うん、絶対気持ちよさ、はい、その別の気持ちよさの方があるからな、あるからなって想像でね、うん、主に、うん、これはうん普通に逮捕されていいと、うん、申し訳ないのふさわしいと、うん、馬とマルチーズさん、あなたの兄は逮捕されるにふさわしいと、はい、いうことですね。申し訳ないけども、5度目を刺すん、ね、うん、だから弟さんはかわいそうだねって、はい、そういうことでね、はい、それだけ同情するけど、兄は反省しろと、はい、うん、ちょっとごめんなさい、本当に最後ね、ちょっと本当に一個だけ気になったんですけど、このラジオトークの週5パークからのご報告っていうのだけ、あ、これもね、これだけちょっと気になっちゃって、いや、これは正直、うん、これも入れたかったんだけど、しゃもじの週5さんですよね、はい、しゃもじの週5パークさんのが、ご報告っていう、ご報告っていうのは、あのカレー屋の調子などを報告するっていうコンセプトで最初始まってるんですけど、もう赤字続きでこれはもう更新されなくて、うん、ということで、じゃあ、はい、永田圭佑の絶望ラジオ、はい、これはもうおすすめなんで、はい、ぜひ聞いてくださいということで、はい、いや、おめでとうございます、おめでとうございます。じゃあ次は年末にまた、はい、年末にね、はい、また、はい、いろんなラジオが、そうですね。うん、あと前回、うん、芸人とかじゃなくてもラジオを始められる、ああ、なんかそんな時代なんだっていう。そんなこと言ってたよ、確かに、はい。そういう時代になってるんだっていう お話をさせていただいて、うん、あの、それに影響を受けて始めたラジオとかもこの中にあったりするので、うんうん。どうなってんだよ、だから。あれに影響受けんなよ。受けて、じゃあ僕も始めてみようっていうので始まったラジオとかもあるので。ラジオ。それもぜひね、言ってください。聞きますんで、大体。あ、なるほどね。大体聞きます。伊藤ギャラクシー賞が設立された影響で生まれたコンテンツもあるわけ。そうですね、今、世の中にどんどん誕生していってるんで。はい、そちらもぜひね、はいはい、報告していただけたらと思います。ということで、はい、また、12月。はい。1月ですかね。うん、に、うん。お会いしましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。